はい、えー、っと、えー、っと、今、あの、7月18日で、あの、本当この動画撮ってるちょっと前に、えー、まあ、桃田健人と福島・廣太ペアの、えー、まあ、ドキュメンタリー番組が、ま、放送されてまして、で、それについての感想をちょっと今回は言おうかなという感じです。はい。まあ、東京オリンピックを控えたこの時期に放送する番組としては、まあ、当たり障りのない、 内容であんんななもんかなっていいう感じははししままたね、はいまあ、悪いところはそんなになかったかな。やっぱりあの番組制作してる人たちもすごいプロですよね。すごくまあ上手に作ってありました。はいで、んまあ、個人的なことを言うと、まあ、バトミントン実際にやってる側からすると、本当はもうちょっとあの、 実際の練習風景っていうものをもう少し多めに見たかったなっていう、まあ、気はしますけどただやっぱりこれが何て言うんだろう一般層にどう響くか一般層受けを狙うんなら、まあ、やっぱりそのやっぱ選手たちの心境とか状況とかっていうものに、まあ、フォーカスした内容の方がやっぱりその何だろう まあ心境的にっていうか、バドミントンに対して、まあそこまで深くない層に、まあそっちの方が、ええ、まあ伝わりやすいと思うんで、まあ今回の内容っていうのは、本当に何だろう、あの、本格的にバドミントンやってるような人たち向けっていうよりは、どっちかというと、バドミントンに対しての、競技が好きっていうよりは、 あの、桃田くんとか、福弘ペアのことが好きな人に、もうちょっと興味をね、持ってもらいたいような人向けの内容だったんじゃないかな、と思います。はい。なんかあんまり当たり障りのない内容だったんで、まあこれについては、えっと、僕もあんまりなんか当たり障りのないような、うん、まあ動画になってしまうっていう、うん、こんな感じなんですよ、本当に。<laughs> あの、見てて思ったのは、うん 桃田くん、やっぱすごいよね。うん、まあ、桃田くんはやっぱりすごいですよ。で、あの、福井のペアに関しては、あの。まあ、なんだろう。まあ、福島選手も可愛いし。まあ、広田選手も可愛いし。それはすごく思うけど、ええー。女として。っていうことを考えたら、女としてだったら、えっと。ルックスは福島選手の、方がそれは可愛いですよ。うん、でも。うん。実際、ど。っち ちょっとあの福島選手か田選手手かどっちと付き合いたいかって言われたら、えーまあ、付き合いたいかって言われたらどっちかというと福島選手よりは廣田選手の方がどっちかというと付き合っててなんか福島選手はねすごいなんか <laughs> 気使持ちよそうなんでうんだからいい意味で気楽に接せれるのはまあ廣田選手なんじゃないかなと。 思いますはい。そんな感じかな。うん、まあ僕、あんまり女子バドミントン選手とその付き合いたいとかっていうことあんまり考えないんですけど、まあどっちかというと、女子バドミントン選手よりはね、まあスポーツ選手で言ったら、女子バレーボール選手の方がどっちかというと僕は好きかなっていう感じですかね。あんまり僕、身長ちっちゃい人好きじゃないんですよね。あの、まあ好きじゃないっていうか、あの身長高い女性が 割とタイプ本当に自分よりも大きくても僕は全然大丈夫なタイプ、まあ、僕は今身長、まあ、175なんですけど、まあ、僕,僕よりも身長高くても僕は全然え大丈夫です女性のタイプとしては全然大丈夫ですはい、まあ、170から175とかあってももう割とドンピシャかなという <laughs> 感じははい、まあ、感じです、はい な感じなんでね。まあ、すごい、ちょっと、脱線しましたけども。ん、まあ、とりあえずね、あの、東京オリンピックで、バドミントンが、あの、まあ、金メダル、まあ、すごい候補だと思うんですけど、日本は、えー、桃田君が金を取った暁には、えー、まあ、1時間半ぐらいで、桃田選手が実際にどんな練習をしてるのかっていう、もう練習風景っていうものを、まあ、1時間半ぐらいで、えー、まあ、放送してほしいなと、なんか、あの、 うままままいいことと、えーま、とめててて、まあ、放送してほしいかなと思ってます、はいえー、高橋松友は金メダル取ったあとぐらいに練習風景の、まあ、放送があったあれ40分ぐらいだったかなぐらいで練習風景の放送があってあれはすごい面白かったんで、えー、ぜ,ぜひともあの桃田選手の、えーまあ普段の練習風景なんかも40分とかでもいいんで。えー ぜひとも放送してほしいなと思ってます。はい。だから、あの、桃田選手、えー、ぜひとも、えー、頑張って、えー、金メダルを取ってください。な感じです。はい、えー、まあフクヒロペアに関しても、えー、まあでも女子ダブルスはね、 女子ダブルスは、実はあの、まあ、福広ペアも応援してるけど、長松ペアも結構応援してるんで、僕はね、ちょっと、どっちも応援してるんで、まあ、どっちかだけ頑張ってほしいとかっていうことは言えないんですけど、日本人対決で、まあ、東京オリンピックの決勝戦を作り上げていってほしいなと思います。はい。こんな感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。では。